チャンネル、ブリッジワンマンチャレンジ EX34、無事、終わりました。毎回だけどめっちゃいい試合がね、多かった。KO が多かった。そうだね、一番最初にね、ちょっと今回ね、一番最初に A クラス、アヌムム選手、深津智樹選手、ニミリュウガ選手、鈴木エソラ選手、最初にジュニアの A クラスのレベル高いのがバーンと来たから、今度この後の B クラスの、いつもならね、ここら順番に上がっていくんだけど、順番に上がっていくってレベルがバーンと上がっていくんだけど、はい、今回最初にちょっとすごいの見ちゃったから、ちょっとね、中盤くすんだね。で、まあ、YouTube のちょっとトラブルも、ワイワイのトラブルがあって、前半の3試合がちょっと取れなかったというアクシデントで、そしたら、あれだね、後半盛り上げてくれたよね、ぐーっと上がってきました。まあ、その辺の感想は、順番に言うとして、じゃあ最初に結果を言ってください。はい、第1試合、ジュニア A クラス、カナラジム、水野ムム選手対明島愛知、深津智樹選手、水野ムム選手の判定勝利。第2試合、新見道場、新見龍河選手対明島愛知、鈴木エソラ選手、新見龍河選手の判定勝利。第3試合、ジュニア B クラス、デッドオーバー金子唯一選手対チーム TMT 又吉陽斗選手、金子唯一選手の2ラウンド KO 勝利。あ、これ合ってるのか。あ、いいのなんか、これとこれかな。で、これがなんか逆になったんだよね。あ、まあいいや、うん、まあでも結果は結果だ。第4試合、カナラジム若林陸久選手対デッドオーバー浅野ゆず選手、若林陸久選手の1ラウンド TKO 勝利。第5試合、カナラジム林一長選手対姫路オンとキックボクシングジム三村拓人選手、三村拓人選手の2ラウンド TKO 勝利。第6試合、カナラジム早川奈々人選手対レジェンドドラゴンジム岡田春樹選手、早川奈々人選手の判定勝利。第7試合、カナラジム伊藤龍太選手対ゲットオーバー金子ゆえり選手、この試合ドローです。第8試合、カナラジム高潔雷一選手対グラティネス新井真奈選手、高潔雷一選手の1ラウンド TKO 勝利。カナラジム望月ひなの選手対吹雪ジム野畑若選手、望月ひなの選手の2ラウンド TKO 勝利。第10試合、ゲットオーバー河村ライト選手対ハイマウント田中春樹選手、河村ライト選手の2ラウンド TKO 勝利。第11試合、カナラジム林千住選手対姫路山本キックボクシングジム上田竹虎選手、上田竹虎選手の判定勝利。第12試合、カナラジム山中瀬谷選手対ゲットオーバー長谷川雄生選手、この試合ドローです。第13試合、チーム TMT 本間春人選手対ゲットオーバー金子ビーク選手何ここで指使ったのこの試合ドローです。第14試合、レジェンドドラゴンジム岡田ひまり選手対カナラージム、あれこれはどうやった？だよね、うん、高潔雷一選手
高潔ライト選手の判定勝利、うん、以上です、うん、はい。そう、あのね、前日に欠場者出たりとかで、あと体重が体重がっていうか、じゃあこことここやって勝った方がここでやるようにするとかって両方了解してもらったけど、体重が合わなかったりとか、当日ちょっとね、いろいろ組み替えがあって、で、パンフレット上通りにいかなくていいカードだったんだよね、はい、まあ、うん、まあ、タイではよくあることです。タイではよくあることだから、まあ、アマチュアだからね、いつ誰とでもやるよっていう気持ちでいてほしいんですけど、まあ、体重だけはしっかり忘れなきゃいけないんで、一応両方の意見を聞いてという形で、当日バタバタしてて、あのね、そう、ここね、これ金子勇輝選手と又吉陽斗選手で、ここでもう金子勇輝選手は本間陽斗選手で、この本間陽斗選手と金子勇輝選手がこっちに来たんだよね。そうで、それを知らずに、同じ相手 TMT だから、 TMT じゃん、だから解説が多分本間陽斗選手を、本間陽斗選手を又吉、またそう、陽斗は陽斗でね、ややこしいんだよこれね。で、そう、解説がね、多分ね、ちょっとごっちゃになってて、で、この結果、又吉陽斗選手の試合が放送できてないっていうなってるのかな、この優勢選手、うん、山中瀬谷選手と優勢選手の第2ラウンドから前半の岡田ひまる選手と、高潔ライキ選手の試合が放送できてないくって、本当申し訳ありません。ちょっといろいろトラブルがありまして、電波の方ですね、はい、ちょっと前半バタバタしましたが、このまず最初の水野芽吹選手、深津智樹選手の試合はいきなりジュニアのトップレベルを見せられて、その後、イミリュウガ選手、鈴木エソラ選手、これがね、鈴木エソラ選手頑張ったんだよね、うん、リュウガ選手が倒しきらない、まあ、リュウガ選手ずっと見てきているんですが、逆にもちろん圧勝することが多い試合の中で、まあ、言い方悪いですけど、リュウガ選手が苦戦すると面白いよね、うん、で、このエソラ選手がね、もらいながらでもちゃんと目開いてるんだよね、だから決定打許さなくて、後半リュウガ選手の気持ちのちょっと嫌気がすごい見えてくる試合で、セコンドでお父さんがすごい怒ってたけど、まあ、リュウガ選手が一番あれだったでしょうね、なんでっていう、だからエソラ選手がすごい頑張った、うん、だから多分リュウガ選手は圧勝だろうっていう見方だったと思うけど、エソラ選手はしっかりディフェンスして、はい、ディフェンスが落ち着かなくてもしっかり目見開いてるから、で返していくんだよね、が見事でした。これはね、まあ、MVP とかそこのまでの対象には負けちゃってるんでならないけど、エソラ選手見事でした、はい、それから水野ムム選手と深津智樹選手はもうトップレベルだね。ムム選手はスクワンチャイメタイスーパーファイトでタイジンとブルーでね、やります。で、深津智樹選手は、そっちには抜擢されてないけど、ブリッジ提供試合のスクワンチャイメタイスーパーファイトのアマチュアに出ます。はい、この2人、深津智樹選手が、まあ、水野ムム選手ここでポンポンと勝って、タイジン戦につなげようと、大舞台つなげようという気だろうだけど、深津智樹選手はそうはさせないっていう見えてたけど、マグロ選手見事でした、はい、もうピカイチじゃない、そうですね、うん、そうそう、なんかタケル君に一緒に勝とうなって言われたって喜んでて、うん、喜んでました、はい、で、こっからですね、ちょっと頭2つ、これメイン2つが頭2つ来ちゃったぐらいだよね、そう、うん、はい、ちょっと逆はい、ここからずっとまあ、B クラス、続きました、まあ、ゲットマンの選手も出てますが、一つは、この
日野選手と猪俣若狭選手、これがこれもだね、あの日野選手の圧勝を予想してましたが、若狭選手めちゃくちゃ頑張った。うん、あの連打を許さない、だから一発もらっても中で入っていくから距離潰して、日野選手がちょっとそれここから迷いがあってきたよね。うん、我が選手が頑張った。ただ最後しっかり倒したという試合です。でね、これでレフリーがお父さんなんだよね、我が選手。で、そうそう、でね、セコンドのほのかが、ほのかがなんかこう汗浮いてる野俣レフリーに向かってこう泣いてる泣いてる泣いてるっていうので、わざとこう目こすってるのをわざとそれで茶化してるのかなと思ったら、本当に泣いてたんだよね。あの若の頑張りと若の涙で、ここでお父さんがストップした、そこでなんかお父さん泣いてて、それをね、ほのかが茶化してるのかなと思ったら本当に泣いてて、あ、そう、そう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 、あれはちょっとね、そうで、昨日、まあ、ほのかが、まあ、ちょっとあの今回のことでいろいろ LINE を俺の LINE をくれてる時に、何か言おうと思って帰り挨拶来た時に、それをずっと何だったか思い出せないって今思い出した。それがこの泣いて本当に泣いてたっていうのを言おうと思った。そう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 、あれは、ね、本当に泣いてた。こうやって汗出てかと思ったら本当に泣いてて、みんな泣いてる泣いてるって、はい、まあこれ裏話です。はい、それから山中瀬谷選手とこれあれだね、雄星選手、はい、これは盛り上がりました。はい、まあ引き分けだったけどね、まあこれを再戦って言ったんだけど、まあこの回曰くまだ体重が5キロぐらい下がったからちょっとしんどいかなっていうことを言ってましたが、まあそれはまた、はい、また考えていきましょう。またちょっとちょうどいい相手が出てくるかもしれないしね。はいはい、はい、そんな感じです。レジェンドプロはひまり選手の初出場で、友幸会長から心配って言ったんだけど、すごい頑張ったよね、この女の子も、ね、うん、これちょっと印象、まだ全然だけど、女の子で初出場で格上とやって、はい、思ってた以上に頑張ったっていう感じです。はい、そうだね、はい、じゃあはい、第15試合女子クラス、ゲットオーバー陣田舞選手対姫路山田キックボクシングジム三村佳子選手、三村佳子選手の判定勝利。第16試合一般 B クラス、キック塾榊原常善選手対キングメイン袴田雄太選手、袴田雄太選手の判定勝利。第17試合吹雪ジム岡本翔吾選手対ゲットオーバー陣レイト選手、岡本翔吾選手の2ラウンド TKO 勝利。18試合目キック塾那須美希夫選手対牧ジム愛知宇山春樹選手、この試合ドローです。第19試合ゲットオーバー熊谷拓也選手対レイドバック林田美月選手の判定勝利。第20試合チーム上の川下義樹選手対レイドバック加藤光雅選手、川下義樹選手の1ラウンド TKO 勝利。第21試合牧島愛知梅村俊介選手対ハイマウント天野高明選手、梅村俊介選手の1ラウンド TKO 勝利。第22試合チーム上の藤井裕太選手対ハイマウント
ジョーンズ選手、藤井裕太選手の1ラウンドを TKO 勝利。第23試合、一般 A クラス、負けジム愛知、大江竜太選手対01ジム、尾藤慎選手、大江竜太選手の判定勝利。第24試合、ブリッジ・ウェルター級タイトルマッチ、01ジム、梅田圭選手対チーム TMT、小川海人選手の判定勝利で、小川海人選手が新チャンピオンになりました。はい、はい、後半ね、非常に盛り上がって、最初のね、このジノマイ選手、三村佳子選手が48歳、これ、放送席、解説でもね、まあ言っていいのかなって、それ言わなきゃ書いてあるからいいんだけど、はい、ものすごく頑張ったよね。で、うちの舞選手が、初めてのこう、メタイ地獄にハマったという感じですね。ずっと首相撲の練習してたんですか。あ、三村、はい、あ、本当、本当、はい、そうだ、そうなんだ。あのね、レジェンドドラゴンと、やっぱり姫路山本キックボクシングも一緒なんだよね。一緒だよね。多分ね。乙女井会長がもうしっかり自分の今でも現役でやってるから、やっぱり首相撲までしっかりみんな選手たちやってるよね。うん、で、この三村佳子選手、多分首相撲が好きな人はね、すごい好きだからね。朝から晩まで首相撲やってるような練習首相撲だけやってる選手もいるから、まあそういうタイプなのかなって。まあでも、マジ選手もいい経験だと思いますね。はい。逆にこの袴田雄太選手と佐々木原淳選手も同じような試合だったかな。うん。まあでも蹴ってよし、踏んでよしの選手だから。うん。で、翔吾選手と陣礼選手。これは、まあ翔吾とも喋ったし、礼とも喋ったし。うん。まあ、やりにくいなっていうのもあっただろうね。うん、レイトがでもあのままね、何があっても蹴り続ける。ただガードがね、ちょっとまだ緩いんだよね。もっと硬いガードがしっかりできて、ブロッキングがローキックへのためになれば、うん、でもガードの上からでもバンバン蹴っていくっていう。でもそのためにはやっぱりもうちょっとフィジカル鍛えていかないと、やっぱりレイトももうちょっとなるかもしれないから。うん、翔吾はあれだよね、やっぱパンチの当て感がうまいかな。ただあれだけ食いついてったから、レイトもまだ今ちょっと伸びてるみたいな、相手が強かったから、うん、いい試合だったと思います。これはね、お互いにいい試合だと思います。熊谷選手、最年長頑張ったね、50歳。これね、この18歳、林田美月選手もね、ローキックね、結構熊谷選手も効いてたと思うよ。ただもうちょっとね、熊谷選手手が出てれば、もう本当に微妙な差だったと思う。なら、メールもくれたし、まだ一勝したいっていうことで、レベルがすごい、熊谷選手すごい集中力と、やっぱり練習してない、これない時でもしっかりイメージトレーニングしてたんだよね。すごいそういうのが分かりました。はい。それで、この川下良樹選手と加藤光馬選手、これが面白かった。加藤光馬選手は本当一発で変えたんだよね、グラーッと来たところを。違う、川下選手が、そ、加藤光馬選手が押してて、はい、で、ワンパンチカーッと当たった瞬間にもうグラッと来たのが分かって、その瞬間畳みかけたっていう、もう一発で変わったっていう。そう、これ面白かったね、この試合。上村俊介選手と天野高橋選手、これも、その瞬1ラウンド出だし、この2つともそうじゃないかな、もう緊張してる間にやられちゃったっていう。ジョーンズ選手ももう本当藤井田選手の勢いで、もちろん、ね、ちょっと初出場っていうのもあって、
硬いままやられちゃったかなっていうね。で、上村俊輔選手は、そうね、上村俊輔、後でまた言いますが、今度、スクワンチャイのビーチメーターセパバイトをブリッジアマチュアに出ると、はい、うん、いうことですね。はい、小井龍太選手もね、安定の、試合運びで、ただ、まあ、解説でも言ったけど、なんかちょっと、考え良すぎる分、ちょっと感じよけるけど、それ以上入ってこられるとちょっと危ないなっていうのがちょっと明確です。取りに取り方うまいけど、それ以上入ってこられるとちょっと顔にパンチにかすって危ないなっていうのが見えるから、そこがちょっと怖かったなっていう感じです。あと最後のエベルタイトルマッチ、梅田圭選手と小川海人選手、これが良かったね。お互いにやっぱりね、アマチュアのトップレベルの戦いなんで、そう、ただ小川海人選手、サースポーからの左のミドルと、まあ、距離の取り方がうまい。で、梅田圭選手も別に決してサースポーが苦手なわけではないけど、どうかな、的確なポイントと、あと手数が小川選手、勝ったかな、だから取りに行くっていう気持ちが出てたかなっていう感じです。やっぱ梅田選手がちょっとチャンピオンの戦いをしちゃったかなっていう、まあ、そんな印象かな、はい、技術的な部分が出てきてね、その手数が多いのはやっぱり海人選手はそれだけチャンピオンになりたかったっていう気持ちが大きかったかなと思います。そんなに差はないんだけど、でももう圧勝でした。うまかったです。うまかった、うまかった、うん、はい、ということで、お待ちかねの MVP とベストテクニック賞の発表です。はい、ではこちらへどうぞ。はい、ブリッジワンマッチチャレンジ、34ですね。はい、無事終わりました。いやーねいつものことですけど、本当に日に日にっていうか、毎回こうやっていくにつれて本当に違ったカラーが出たりとか、また違った盛り上がり方で、先月も同じようなこと言ったような気がするんですけど、今回は、はい、最後タイトルマッチ、小川海人選手、本当に盛り上げてくれました。で、あと、TMT の会長ですね、放送を見られた方、感動の結末と、あと、ちょっと、身内の茶化しもあり、本当に面白かったです。よかったです。はい、最後、123ダーじゃなくて123ブリッジ最高ね、しっかり締めてくれました。ということで、お待ちかねの MVP、 それからベストテクニック賞の、開票です。はい、イエイ。さあどんな結果になってるでしょうかですね。いや、皆さん嘘だと思うかもしれないけど、本当に僕全く知りません。それからみんな投票してくれたスタッフ、全く知りません。これから発表です。はい、ということで、はい、開票していきたいと思います。はい、ベストテクニック賞、巻き締め愛知小江龍太選手、MVP TMT 小川海人選手、まず1票です。はい、ベストテクニック賞、吹雪ジム岡本翔吾選手、MVP チーム TMT 小川海人選手、はい、ベストテクニック賞、カナロアジム水野ムム選手、うん、MVP マキジム愛知梅村俊介選手。ここなんかちょっとね、見てなんか一票一票ね、僕が一番ね、一番最初に今これ見るとおって思っちゃう、投票もあるんですよね。ベストテクニック賞、新見道場新見龍河選手、うん、MVP、チーム TMT 小川海人選手、ベストテクニック賞、カノラジム水野ムム選手、 MVP チーム TMT 小川海人選手、
ベストテクニック賞、牧島一、梅村俊介選手、MVP、姫路山本、上野竹虎選手。はい、ベストテクニック賞、キングムエ、袴田雄太選手、MVP、チーム TMT、小川海輝選手。ベストテクニック賞、カノラジム、水野ムム選手、MVP、チーム上の藤井裕太選手。ベストテクニック賞、牧島一、小江隆太選手、MVP、姫路山本キックボクシングジム、三村よしこ選手です。よしこ選手、はい。ベストテクニック賞、姫路山本、三村よしこ選手、MVP、TMT、TMT、TMT、小川海津選手です。で、以上。はい。今これ見てて、もう頭の中で計算している人もいるでしょうね。あと本人だったら、ああ、もらったって思ってるかもしれないです。確かに。はい。さあ。じゃあ順番に行きましょう。ああ、割れたね、本当に。はい。じゃあ、まず、ベストテクニック賞ですね。第3位ですね。1票。新見道場、新見龍河選手、キングムエ、袴田雄太選手、牧ジム、愛知、梅村俊介選手、武器ジム、岡本翔吾選手、姫路山本、三村佳子選手が1票です。これはね、あの1票ですけど、1票入った選手の皆さん、自信持ってほしいです。はい。これだけ評価されました。で、第2位、牧島愛知、小江隆太選手、2票です。はい。2票入ってました。はい。で、見事、ベストテクニック賞に輝いたのは、3票。カノラジム、水野ムム選手、おめでとうございます。おめでとう。はい、水野ムム選手ね、6月30日、はい、スクワンチャーメイタイスーパーファイトで、タイ人、メイタイ選手、女子選手と、プロルールで戦いますんで、ね、ぜひ頑張ってください。なんかタケルにもね、一緒に出るから今日一緒に勝とうなとかで声かけられたって言って喜んでました。頑張ってください。はい、はい、では MVP です。あー、もう第2位が1票ですね。で、ダントツです。はい。まず、第2位1票。チーム上の、藤井裕太選手、姫路山本、三村佳子選手。三村佳子選手ね、48歳。ね。もうどっちもしっかり入ってました。はい。そして、牧島愛知、梅村俊介選手。そして、姫路山本、上田竹虎選手です。はい。そして、MVP ですね。6票ダントツでした。ブリッジ、新チャンピオンに輝きました。チーム TMT、小川海人選手、おめでとうございます。おめでとう。はい。あのね、しっかり盛り上げてくれました。師匠の代表と、それから海人選手、ね、いい、師弟関係だと思います。号泣、感動しました。はい。ということで、小川海人選手、ベルトと MVP、すごいですね。本当、素晴らしいファイト、ありがとうございました。ということで、また7月、はい、熱いファイト、それから、参戦してくれる選手たち、お待ちしておりますんで、来月もまたよろしくお願いいたします。ということで、ブリッジワンマッチチャレンジ EX34、MVP ベストテク MVP ベストテクニック賞の発表でした。ご視聴ありがとうございました。はい、というわけで、MVP も、はい、ベストテクニック賞も結構、テクニック賞割れたのか、 MVP はもうダントツでした。はい、ベストテクニック賞がカノロアジム、ここは、うん、
ベースティックは接戦だったね。あの、カノラジム、水野ムム選手です。はい。それから、MVP。これはもうダントツ。最後にお父さんも盛り上げてくれました。チーム TMT、ブリッジベルター級新チャンピオンの小川海人選手、おめでとうございます。はい。お父さん。お父さん。最後、お父さん。犬と思って。そうそうそう、犬と思って。犬さん、ブリッジ最高。そう、父の日に、ベルトプレゼントできてよかったな。で、今度はプロになって、プロのベルトをお母さんにプレゼントします。本当、親孝行だね。17歳です。まあ、まあ僕はね、17歳になんか一切その子もなかったね。そんな、父の日のプレゼントも、あげた覚えがないぐらい、はい。最近の子、本当、親孝行です。あ、立派だなと、ちょっと感動しました。はい。はい。ということで、次回は4月の21日だったかな。はい。はい、で、その前に、来週ですね。はい。もう来週だ。月曜日だから。スクワンちゃんメダスーパーファイトで5試合、行います。5試合、言おうか。一応、発表はしてありますが、チーム SRK、三ツ星沙羅選手対、パールドジョ、松下瑠唯選手、それから、牧島愛知、深津智樹選手対、誰だっけ、ゼロマンジム、杉沢大河選手、それから、レジェンドジム、浜田雷賀選手対、ゲットオーバー、長谷川修斗選手、そして、牧島愛知、梅村俊介、選手対チーム TMT、そう、MVP の小川海人選手、そして、インスパイアス、加藤豪樹選手対苗場シティック、渡部大賀選手です。はい。これが決定しております。はい。もうスクワンチャイ。だいぶチケットも出てるらしいですが、まだ大丈夫だよね。はい、はい、まだ立ち見とかもあるんで、ぜひ、まだ買われていないなら、ぜひ、購入して、本場のタイが日本に来るというイメージで、キャッチフレーズでありますので、タイマッサージとかね、タイ料理も、はい、もう、それからシンハビールとか、チャーンとかも全部ビール出るし、はい、ぜひ、会場へお越しください。というわけで、今回のブリッジワンマッチャレンジ34 MVP とレステクニック賞結果の報告でした。ご視聴ありがとうございました。今日の自分より明日の自分の今を乗り越えていこう。人生をGet over!